50メートル5050ぐらいでした。あれ？あ、そうです。波かけをやってなかった。なんだ。めっちゃ怪しかったもんな。いやもう僕は一瞬でなくなりました。上だね。30メートル。え、まつっとるかな、もしかして。また祭りだったら恥ずかしいでさ。自分は違うんで多分大丈夫。裏まで行かないで。あ、小さ。かわいい。はい。何メーター？30です。はい、30メーター。40。40？ 40。来た来た来た。40はちょっと。かわいい馬が釣れた。30m。違うよ。前からあった。30でした。取ります。これさ、釣れんかな。釣れとるじゃん。釣れとるじゃん。ちょっとはい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 。そのままリールすぐ巻いて、すぐ巻いてリール。そう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 。リール持って。もっともっと、あ、そうそうそう、そこ持って、うん、あ、ほら、釣れた、2匹も釣れとるじゃん。あ、次巻きすぎ、巻きすぎ、巻きすぎ。あ、いいよ。これ皆さん撮ってもいい？ダブルやし。ダメだ。何メーターだった？27で、いいよ。ちょっと、あ、緩めて、それカチッと、そう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 、ここで緩めて、そう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 、で、次両方前かでした。両方前かだね。これ祀ってないよな。うわ、来た。20メートルぐらい。頭が刺さっとるもんでかな、こいつの。うわぁ。やられた。あ、炭めっちゃ吐かれた。よう釣れるようになったね。爆鳥だぞ。え、俺より釣ってんじゃない？何メートルだったって？25だって。
めちゃ噛まれた。そんなにないと思うよ、時間12時までない。うん、来たじゃん。頭で頭真ん中まで折ったらこれイカを吊る人しか食べれない食べ方入れて1匹小さいの順番に入れて2匹もう2匹小さいの3匹もう1匹小さいのでいいや。4匹。カゴ。そしたら水がはけなくなった。